日本におけるセレクトショップの老舗として魅力的なファッションを提案し続けているシップス。首都圏をはじめ全国におよそ80の直営店を展開しています。そんな同社はお客様により良い購買体験を提供するためのコミュニケーションツールとして LINE ワークスを導入。導入の背景を担当の阿部様に伺いました。私たちシップスはお客様とのつながりを非常に大切にしており、ここ数年は店舗スタッフの多くがお客様の LINE とつながらせていただいております。やり取りする内容は取り寄せ商品の納期連絡やイベント、キャンペーンの案内がメインですが、ギフトのご相談などもいただく関係上、お客様に関する個人的な情報もお聞きするケースがあります。 LINE ワークス導入前は個人の LINE を使っていたため、社員のスマホにお客様に関する情報が残ったままになるなど、業務で利用することに伴う課題がありました。この課題を解決するために LINE ワークスを導入したシップス様、数あるコミュニケーションツールの中でなぜ LINE ワークスを選んだのか、運用担当者の小宮様に伺いました。 LINE ワークス導入の決め手はですね、会社で管理できて LINE とつながれる唯一のツールであるという点です。例えば退職した社員がやり取りしていたお客様に関する情報を本部で管理したり、万が一のトラブルの際にもトーク内容がエビデンスとなり、言った言わないなどの問題の解決の材料になることを期待しています。では現場に LINE ワークスを浸透させるために苦労された点などはあるのでしょうか。すでにスタッフの個人 LINE アカウントとつながっているお客様に対して LINE ワークスアカウントで再度つながりを作ること、ご理解いただくことに力を入れました。まずスタッフへ LINE ワークス導入の意図を伝えること、そしてスタッフにそれを理解してもらうことで比較的スムーズに移行ができていると感じております。お客様とのやり取りのおよそ7割が LINE で行われていたため、お客様、スタッフともにより安心してご利用いただくコミュニケーション環境を作ることができたのは会社としても大きな成果だと思っています。最後に今後 LINE ワークスをどのように活用していくのか展望を伺いました。 LINE ワークスを活用してお客様へより良い購買体験を提供していきたいという点と、店舗間の情報共有の効率化を検討しております。